科学兵器禁止機関は、科学兵器禁止条約に基づき、1997年に設立された国際機関である。科学兵器の禁止と拡散防止のための世界的な活動を目的とする。本部は、オランダハーグ氏。大量破壊兵器の規制に関して、生物兵器については、その開発、保有等を禁止した。 生物兵器禁止条約が1975年に発効したが、化学兵器についての開発、保有等の規制は遅れていた。化学兵器禁止条約では、化学兵器の開発、生産、保有を禁止している。また、その第8条において、実効的な検証を行うための機関設立が、謳われており、o p c w は、そのための機関として、 1997年4月29日の条約発行後に設立された。日本からは化学兵器の専門家として陸上自衛隊の自衛官が1997年以降2014年まで自衛隊から6名派遣されている。特に陸将補秋山一郎は初代査察局長を務め防衛省退官後も含めて2回査察局長を務めている。 最高意思決定期間は全定約国からなる定約国会議であり、これは年に一度開催される。技術事務局には、検証局、査察局、障害局、国際協力、援助局、行財政局などからなる。実像の査察活動も多く、2013年9月までに約5300回実施している。事務局長は、 1997年5月13日より、ジョゼ・モリシオ・バスタニ、2002年7月25日より、ロヘリオ・ファーター、2010年7月25日より、アフメト・ウズムジュが務める。2014年の予算は、約7億3304万ユーロ。科学兵器廃棄に向けた活動が評価され、2013年10月11日に、ノーベル平和賞を受賞している。 OPCW は、化学兵器への転用の有無を確認するため、関連する、化学物質を取り扱う、工場、事業所への査察も実施しており、日本は500カ所以上の事業所を申告し、2012年末までに、延べ160回以上、2014年末までに延べ230回以上の査察を受け入れている。防衛省の陸上自衛隊科学学校も査察を受けているが、 これらも含めて問題は生じていない。また、地下鉄、サリン事件に関連して、サリン製造プラントが建設された、山梨県西厚城郡上國式村にある、オウム心理教施設の第七サティアンも、日本で唯一の化学兵器生産施設として、外務省が申告し、1998年12月の建物解体前に2度、解体後に、 OBCW の査察を受けている。ありがとうございます。